ゲッレールと温泉のスイミングプール温泉施設のエントランスゲッレールと温泉は豪華で美しいハンガリーのブダペストを代表する温泉施設の一つ。1912年から1918年にかけてウィーン分離派アールヌーボー様式で建造された。第二次世界大戦では損害を受けたがその後再建されている。この地の療養効果のある温泉は13世紀の 文献にも確認されている。この場所には、中世には病院があった。オスマン帝国統治時代、この場所に温泉施設が建造された。ゲッレールと温泉施設は、ゲッレールと農家から湧き出る熱水を利用した浴場を持っている。温泉は、カルシウム、マグネシウム、炭水化物、アルカリ、塩化物、硝酸塩、復家物などを含む。 ここには二つの別個の温泉浴場があり、壁にはそれぞれ摂氏36度、摂氏38度と記されている。浴場はモザイクタイルで美しく装飾されている。施設にはまたサウナ風呂やプルンジプール、屋外スイミングプール、泡立ち、スイミングプールもある。各種のマッサージサービスや療養サービスも用意されている。ゲッレールとホテル、ありがとうございます。